さーて、今回のホテルはハイアットリージェンシー沖縄でーす。那覇空港から自動車で来た場合、高速道路を利用してだいたい約60分。ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄は、沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村の美しい海に囲まれた瀬良垣島と沖縄本島が一本の橋でつながり、一つのリゾートを構成するユニークなロケーションを特徴としたリゾートホテルです。今日泊まるところはここ、ハイアットリージェンシーです。入り口が見えてきました。はい、到着。すごい、どこでもいいんや。こっちにしよう。俺、仲悪いし、毎日しよう。すごっ。ハイアットリージェンシー沖縄では、3階建てのホテルパーキングに自分で駐車をした後、ホテルオリジナルのトゥクトゥクにてメインエントランスまでご案内してくれます。天候などによりトゥクトゥクが運行できない場合があるみたいなので、ご注意ください。ありがとうございました。今からチェックインです。では入り口から一緒に見ていきましょう。中に入るとこんな感じで、天井も高くてとっても広い空間が広がっていました。ここはロビーになるのですが、入ったらフリードリンクなども準備されていて、ゆっくりくつろぐことができそうです。1階にはオールデイダイニングとイタリアン、そして2階にはロバタ、
寿司、鉄板焼き、日本料理の4つで構成されるスペシャリティレストラン。長期滞在でも飽きさせない様々なシーンに合わせて利用できるレストランの数々に、多様な楽しみ方が可能なラウンジやバー、たくさんのレストランがありそうです。そしてこの日はあいにくのお天気で利用はできなかったのですが、中庭もありました。お天気のいい日だとここでゆったり過ごしてもとっても気持ちよさそうですね。そしてロビーの奥にはお土産ショップなどもありました。ここのショップではテイクアウトのコーヒーやスナック、アルコールやソフトドリンクなどを用意しているほか、沖縄ならではの琉球グラスや沖縄らしいアクセサリーなど厳選された商品を多数取り揃えてるみたいです。陶芸品などもたくさんお取り扱いしていて、見ているだけでもなんだかとっても楽しくなる場所ですね。気になる方は来られた際にここのショップを立ち寄ってみてくださいね。今回私たちが泊まる階は7階です。お部屋に到着。今回は738号室。はい、お部屋の中に入りまして、続きましては、バスルーム紹介です。こちらがですね、洗面所です。シャンプーとコンディショナーと、ボディウォッシュがついてます。こちらのメーカーはよくハイアットを使ってるみたいですね。こちらのドライヤーがしっかりと、はい、あとバスマット、タオル、ボディタオルございますね。あとお隣に浴槽付きがございます。大体2畳ぐらいのお部屋ですね。ちょっとガラス越しに外から見るとこのような感じになっております。あとお手洗いを案内しましょう。はい、続きましてお手洗いです。こちらも約1畳ぐらいありますね。天井高し2メーターぐらいあります。洗面所付きです。
トートさんでした。お部屋はリゾートを感じながら落ち着いた色調でスタイリッシュなインテリア、沖縄の風を感じるシーリングファンのほか、広々としたワークエリアもあります。はい、こちらはベランダです。扉を開けまして、外にちょっと出てみたいと思います。どうぞどうぞ。今日はですね、ちょっとあいにくの雨で、眺めはいいんですけど、こちらテラスですね。あとお外をちょっと映したいと思います。はい、こちらですごい雨が滴り落ちてますね。目の前にですね、小さな島がありまして、あれは防波堤ですかね。で、奥に、漁業を営む人たちが、自分たちのボートを停泊場としてキープされているみたいですね。奥に見えますね。すごい雨です。沖縄は話を聞くところによると、ゴールデンウィークから梅雨の時期に入るみたいで、6月の、上旬かもしくは中旬までは梅雨のシーズンが続くみたいです。そこから、降水量が増しになって梅雨のシーズンが終わり、あの本格的な夏のシーズンに入るみたいですね。明日はあのようにパーキングと隣も様々ないろんな部屋がありますね。外から見たら眺めはこのような感じのお部屋になっております。はい、午前中にシュノーケリング終わりまして、ちょっとフラフラなんですけども、さてここでハイアットリージェンシーのセラガキアイランド沖縄会員特典をお伝えいたします。はい、今回も一級で予約しまして、私たちは5泊6日の旅に出てます。2つ特典がありまして、1つは、レストランクレジットが3000円割引になるということです。これは、現金に払うんではなくて、お会計時にですね、部屋付けにしていただいて、総額の料金から3000円を割引されるという流れになってますね。はい、これが一般的な、割引待遇らしいです。そして2つ目は、鉄板焼きのお店がありまして、白勝さんっていう鉄板焼き屋さんがあるんですけども、こちらは、鉄板焼きと日本料理店が2つ、場所は違うんですけども、区切ってやって営業されてるみたいで、鉄板焼きの利用する方にあたっては、ディナー利用時に赤ワインのハーフボトルを会員様ご本人に限り1本進呈という内容でした。で、一応ですね、あの沖縄空港からホテルまで行くのにあたって、レンタカーを借りることになるんですけども、よく結構ポイントなのが、ホテルに宿泊する際に、駐車場料金が取れると結構あります。で、先日泊まったインターコンチネンタルの無料だったんですけど、今回はですね、なんと有料ということで、ちょっと残念なんですけども、特典の方に含まれてなりませんでしたので、そちらだけは皆さんご注意いただければと思います。では、次行ってみよう。今日のディナー会場はここです。ここは朝食の会場でもあります。私たちが今日食べるイタリアンの会場は朝食会場の
奥の方になります。すごい。はい、カオはシークワーサージュースです。ちゃんは？ブラックオレンジジュースです。はい、乾杯。爽やかです、ね。ちょっと違う。イタリア産じゃないね。美味しいですか？美味しい美味しい。やっと。体がビタミンを補充しましたね。補充。チャカチャチャクワトロホルマッチ登場。クワトロホルマッチが来ました。もう蜂蜜をかけて食べましょう。食べたいと思います。じゃあ僕は取ってあげますね。これは？はい。カルちゃんのクワトロフォームマッチを私が取るでしょう。食レポ。すいません、ありがとうございます。はい、どうぞ。お店、はい、イカスミのリゾットでございます。はい、ありがとうございます。はい、ほんまに歯が真っ黒です。失礼いたします。このチーズ何なんやったっけ？ゴルゴンゾーラ。ゴルゴンゾーラも大好きです。さあ行きましょう。到着しました。気をつけて。じゃじゃーん、イカスミ、イカスミリゾットです。すごい、イカスミとか初めてじゃないけど、僕はちょっとイカスミシェアするので、一回食べてくださいね。うん、ちょっと入れますね。はい、はい、もうちょっと食べたいと思います。はい、真っ黒。口は黒、奥のちゃんと黒い。黒お味は、なんか海鮮の味がすごいしっかり、特にこのイカかな、イカの味、あ、そうです、イカスミだもんね、うん、イカの味がすごい効いてて美味しい。自分が黒くなってるってことは忘れちゃいます。美味しい。このリゾットってちょっと固め、うん、なんですよ。これがなんかすごくいいです。続きまして、ありがとう、ニカルボナーラ。美味しそう。あのなんか短いショートパスタ、
カルダモンソースは結構それくらいでいいです。いいですか？はい、それくらいでいいです。実食。どうでしょう？わ。濃厚。うん、ソースがたっぷりのがいいですね。濃厚です。あ、ね、このブラックペッパーが、うん、結構ピリッとアクセントになってて。うん。うまい。ね。癖になるべきかな。うん。おいしい。燻製ベーコン。燻製ベーコン。うん。なんか口の中が一気に燻製っていう感じになりました。もう。すごい。ちゃんはカルボナーラが大好きで。カルボナーラ今日です。どこ行ってもカルボナーラ食べます。どこ行っても食べます。うん。美味しい。このカルボナーラを食べに行ったらいいと思う人はコメント欄にコメントください。はい、なんと食後のデザートはチョコレートのテリーヌマスカルポーネ、間違えた、ピスタチオアイス添えミルクのチョコレートソース。では早速カオルさんにご試食いただきましょう。はい、今日は、はい、カモミールティーも頼みました。はい、カモミールティー、リラックス効果もあります。リラックス効果、リラックスじゃなくてリラックスです。リラックス効果。ではここ、はい、ブシュッと、はい、ブシュッと、あー大人です。子供は食べれません。はい、決して。はい、ちょっと重たく濃厚、うん、なおかつビターみたいですね。その隣のピスタチオアイスは、ピスタチオ豆なんでね。うん、なんかあんま好きじゃない。いや、チョコレートのテリーヌがあまりにも味が濃すぎて、うん、ピスタチオ味がわからない。はい、味がわからない。けど美味しい予感はします。美味しい予感で味がわからないみたいでした。今日のディナーの料理は以上になります。それではまた明日朝食です。レビューします。じゃあね。皆さんここまでどうでしたか？今週はここまでです。では次週のお知らせも少しお届けします。